クロスファイアはダイムラークライスラーが製造、販売していた普通乗用車である。2001年、デトロイトオートショーに同名のコンセプトカーが出展された。2002年、ロサンゼルスオートショーで市販版が展示された。メルセデスベンツ SLK クラスをベースに、設計、2003年夏には生産が開始、同年後半に発売された。生産はドイツのカルマン社が担っていた。 搭載されていたエンジンは 160kW、310ナノメートルを発生する 3.2LV 型6、気筒であり、北米仕様には V6、3.2L にスーパーチャージャーを組み込んだ SRT-6 というモデルがある。フロントエンジンリアドライブを採用する。組み合われる変速機は6段、MT、もしくはオートスティックと呼ばれる、マニュアルモード付け5段 AT。日本使用者は、 右ハンドルの AT モデルのみとなる。アルミホイールはフロントが18インチで、リアが19インチと前後で異なるサイズを採用。それに伴いタイヤもフロントが225、40ZR18、リアが255、35ZR19 という、異形サイズを採用した。サファイアシルバーブルーメタリックとアラバスターホワイトは、クーペ専用色。 2004年9月にロードスターを追加。ベースである SLK は電動開閉式ハードトップであるが、クロスファイアはソフトトップを備える。クローズ状態からオープン状態までにかかる時間は約22秒。クラシックイエローはロードスター専用色。2008年4月に生産終了。ありがとうございます。